五福島の戦い、五福島の戦いは、天文十四年十月一日、五百五十五年十月十六日に、秋国五福島で、毛利元成と、東春方との間で行われた合戦である。天文二十年、五百五十一年の大明治の、変で、大内義隆を討った、東高ん、編後に、春方に改名は、大内氏の実権を握った。 須王国、長戸国を本拠とする大内氏は、秋国や岩見国の国人たちも参加に収めていたが、岩見三本松城、現在の津和野城の吉見正よりが、東打島を掲げて拒兵したため、天文23年、1554年3月に三本松城の戦いが発生。大内、島の軍勢は三本松城を包囲し、秋の毛利元なにも参陣を呼びかけたが、 同年五月に元成は大内、党と決別して桜尾城など四城を攻略し、五福島まで占領する、毛利元成が、党春方と決別した経緯は防芸引き分けを参照。当首との対決に備えて、五福島、広島湾周辺の諸城や、水軍の守りを固めた。秋を掌握した毛利氏は、五月十五日には、総国区画軍まで侵入して、おぜ、五勝。 岩国市で、東軍と交戦する。半家を翻した元成に対して、東春方は、家臣の宮川傍聴を急破するが、宮川勢は6月5日にお式畑の戦いで、敗北した。お式畑の戦いの後、毛利軍は助、西郡の山里と呼ばれる地域に進出するが、東方の地下人一揆の抵抗を受ける。8月には、 毛利隆元が出陣しているが攻めきれず、一気勢の一部を取り込んで構成に出た毛利軍が、友田高盛要外を落としたのは10月25日になった。元成が山里攻略を意図したのは、都合に侵入して三本松城を攻める大内、東軍を背後から牽制することを考えていたとも言われ、山里攻略が難航したことで毛利方の戦略に影響を与えた可能性も指される。 毛利と唐の攻防は海でも繰り広げられており、6月中旬には毛利法の水軍が東市本拠の巣男富、田浦、和歌山城周辺を襲撃。対する唐方も水軍で五福島を攻めたが、宮尾城の守りにより、唐軍の上陸は阻止された。7月になると唐の調略を受けて、呉、れ、飲みの稽古中、水軍が毛利から離反したが、9月には、 毛利と小早川の稽古衆が両者を討伐、のみ党を占領している。三本松城の戦いが継続中であった間、大内、東軍は主力を動かせなかったことから戦闘が大規模化することはなかったが、8月下旬、もしくは9月2日に、吉見正頼との和睦を成立させると、以降は、毛利対策に本腰を入れた。大内氏、当氏と毛利氏の関係が決裂した。 天文23年、1554年春から、五福島で合戦が生じる翌24年、1555年、秋までの間に、直接的な軍事衝突以外にも次のような外交、調略の動きがあったと去る。天文24年正月、防衛引き分け後の毛利軍の攻撃で、二保城、当時の二保島、現在は地続きで広島市南区を追われて、 府中出張城にこもっていた白井健羅根が水軍衆を引いて草津城や毛利方河内慶悟衆の点を襲撃し毛利軍と交戦する。3月15日、エラフサエが慶悟戦140層からなる水軍を引いて五福島などを襲撃。ただし、前述の通り坊栄は岩国貴人後の16日に殺害される。その後、 野間高志美が、毛利方から離反して、白井健らねと共に、海、田浦、毛利方の阿蘇沼広司修了屋にほとを攻めた。4月8日、エラ夫妻を寄り親としていた、尾形、大竹、現在の大竹市の新領州が70から80層で、五福島に来襲したため、小規模ながら、合戦となる、棚森ふさあきをぼえがき。4月9日、 元なり率いる毛利軍3500が、野間高史実に総攻撃を仕掛けた。野間軍1200と、東縁軍300は、居城や路上で抵抗するが、出城が落とされたことで4月11日に降伏。流実は州都にあたる熊谷信奈を通して、降伏を申し出ており、元なりも一旦は了承するが、城外に出たところで城兵諸共に打ち滅ぼされた。また、 同時期に鎌刈島と倉橋島、いずれも現在の呉市の互い市を攻めている。5月13日、東水軍100層が五島を攻撃、宮尾城のある湯の裏で、毛利軍、宮尾城には、中村次郎左衛門が入っていたと抗戦。翌6月、元成自身が五島に都会して、宮尾城などを視察、小井直行と、坪井玄星、兄佐徳内昭遊に、軍勢五百を与えて、 城に入れた。7月7日、白江田根が宮尾城を攻めるが、宮尾城の恋直行らが撃退する。10日には、三浦不先を率いる水軍が兵五百で、二歩城を攻めるが、城番の香川後継勢二百の抵抗により、攻略できなかった。この敗戦後、大清は、五福島上陸を春方に進言したという。9月21日、東春方は、 須を長戸、武前、ブ前などの軍勢を引き連れて、岩国から出陣。その兵力は、通説では二万余とされ、熊軍の今津、室木の浜から五百艘層の船団で出港して、海路で、五福島に向かった。同日の夜は、五福島の沖合に停泊し、翌二十二日早朝に、当軍は上陸した。海路の要衝である、五福島。 宮尾城を攻める春方の計画に対し、毛利軍が、後ろから攻撃してくることを懸念した、広中高志法が還元した、中国治乱記には書かれている。大本浦、現在の宮島水族館付近から上陸した、東軍は、三浦ふさぎよと山和境部が先陣を務め、春方の本陣は、宮尾城が見通せる塔の丘、現在の報告神社付近に丘た。東軍は大軍だったため、 大戦院や未戦に至るまで広く布陣しており、北の杉の裏から南の主屋裏まで海側も警護船で埋め尽くされた。当軍は宮尾城を根沿いに陸路で攻めており、城の水の手、水源を断とうとしていた。24日、当軍の五福島上陸の法を受けた毛利軍は佐藤銀山城を出陣、水軍の基地でもある、草津城、現在の広島県広島市西区に着陣した。 元なり、劉元率いる毛利軍には、吉川元春の軍勢と熊谷市、平賀市、天野市、阿蘇沼市などの秋国人衆が加わっており、さらに水軍を率いる小早川高影勢も合流した。この時、宮尾城兵を除く毛利軍は、兵四千、軍船百十から百三十艘、毛利、小早川水軍程度と伝えられており、小早川の参加に入っていた。 因島村上市の火星を加えても200層に、見となかった。武家も好き、三島海賊家軍日記や、勝ツ救援学書によると、かねてより小早川や、家臣の飲みむねが、沖や、水軍、の島村上市と、来島村上市と交渉に当たっており、元成は、草津城で援軍を待った。26日、元成は、熊谷信直に50から60層の船を与え、 宮尾城へ援軍として派遣する。同日付の手紙で、元成が高影に対して、村上水軍の救援催促を急ぐよう指示しているが、宮尾城の救助のためか、焦燥感のある内容だと言われている。27日、この頃までに宮尾城は堀を埋められており、水源も絶たれていたとされるが、28日と29日の日柄が悪いため総攻撃が延期されたと、 受けもずきには記述されている。一方の元成は、これ以上は雷島は待てないので、毛利、り、小早川の水軍だけで、宮尾城に出陣するという内容の指示を高陰に出した。28日、元成は、草津城を出て、地午前、現在の広島県二日市市に全軍を前進させた。通説では、この日に、村上水軍200から300層が、 毛利軍の救援に駆けつけたとされる。これは、棚森ふさあき覚え書き、武家もずき、もずき、五福島合戦の記などに記されている日付で、作家の森本主ゲは、史実として疑う余地はないとして、毛利軍の都会は、翌29日に、すぐにも都会したと考えるのが、合理的と述べており、古記録に残る9月開日の記載について、森本は、当時の鮮明歴では、 9月29日が開日と説明している。一方、県立広島大学の秋山信隆は、田森ふ明覚書きの筆者である、田森ふ明が、同年9月開日を29日としたのは、勘違い、正しくは30日としており、この説を取る場合、29日に、地後前着陣と、村上水軍来園、30日に、都会、1日に、合戦の流れになる。 なお、武家もずきでは元成が村上水軍に対して、五福島を回り込んで、掛け声や、矢倉表紙などで目立つように西側から東軍、近づくよう指示しており、村上水軍が東方につくかのように見せたと考えられるが、同じ日に、広中隆志法の書いた書状には、村上水軍が、毛利方についたのを見て、水軍力の差で劣勢に陥ったことを認る記述がある。 三十日、元成、龍玄、元春らの率いる、第一軍、毛利本隊高影を対象に、宮尾城兵と交流する、第二軍、小早川隊、水軍で構成される、第三軍、村上水軍に分かれて、五福島に都会する準備を行う。夕方頃になって天候が荒れ始め、雷を伴う、暴風になるが、元成は、 今日は吉日であると称して、風雨こそ天の加護であるととき、鳥のとき、十八時に出陣を決行した。なお、おじ物語にはほどなくして後天は収まった旨が書かれている。毛利本体は敵に気づかれないよう元なりの乗船する、船のみかがり火を掲げ、五福島をひそかに東に回り込み、犬のとき、二十一時頃に包みが、裏と呼ばれる。 五福島東岸の浜辺へ上陸。元成は、すべての軍船を返すように、小玉なり方に命じて、排水の陣の決意を将兵に示した。その後、吉川勢を先陣に、爆液をの山越えを目指して、山道を進軍した。一方の第二軍、第三軍は、夜の海を作戦通りに、大野瀬と五福島西方の水道まで、精神、大きく迂回してから、 五福島神社、大鳥居の近くまで近づいた。もずきによると二十一時頃に神社沖までたどり着いた小早川隊は、のみ宗ねかつらの震源により、敵味方の区別がつけられないほどの風と闇に乗じて、騎士に近づき、筑前から火星に来たので東電に、お目通りすると称して上陸したとされる。そして、第三軍となる村上水軍の戦団は、沖合で待機し、海戦を待った。 翌10月1日の呂の時、6時に、毛利軍の奇襲攻撃が開始された。幕地を越えてきた毛利軍主力は、時の声を上げて、党軍の背後、紅葉谷川を駆け下り、これにこうして、別動隊、小早川隊と宮尾城老城兵も、東本陣のある党の丘を駆け上った。塔の丘で、戦いが始まったのを見て、沖合に待機していた村上水軍が、 東水軍を攻撃して船を焼き払った。前夜の暴風雨で油断していた東軍は、狭い島内に大軍がひしめいていたことから身体も、ままならず、棚森ふさわき覚え書きに、東、広中は、一種もいず、西山を刺して引き下がったと書かれるほどの不されとなった。毛利軍の攻撃を受けて老狽する、東方の将兵たちは、我先と島から脱出しようとして、船を奪い合い沈没したり、 歴史したりする者が続出した。広中隆法、三浦ふさ大和山東北家らが手勢を率いて駆けつけて、防戦に努めるが、大混乱に陥った東軍を立て直すことはできず、春方は東外への脱出を図った。西に逃げる春方らを、吉川隊が追撃するが、それを阻止しようとして、広中隆法、高橋女夫氏の手勢500が、五福島神社の南方の滝工事を背にして、 立ちはだかった。途中、東方の青系、畑の町野らの兵三百が横から吉川隊をついたため、広市中隊が優勢になるが、吉川隊にも熊谷信長のブを天野高重隊が援軍に駆けつけたため、最終的に広中隊は大勢員への退却を余儀なくされた。この時、毛利軍の追撃を防ごうとして、劉邦らが火を放ったため、 五福島神社への炎症を危惧した元春の命で、消火活動が行われたという逸話が残っている。最初に東軍が上陸した大元浦まで、春方らはたどり着くも、脱出に使える船はなかった。そこで高影の手勢が追いついてきたため、某清氏が、殿となった。某清氏勢は激しく抵抗して、高影に手傷を負わせたとされるが、消火を終えて追いついた元春勢の火星によりついに、 打ち死にした。なお、最後まで戦った、某清は、五島への都会を進めたことで責任を感じていたという、陰徳太平記。ごくわずかな近所たちの身に守られた春方は、さらに西の大江浦まで着いたが、船はなかった。その後、山を越えて、東海岸の青森浜で船を探し、高安が、原の山中まで引き返したという説もあるが、地理的。 時間的に無理がある。この大江裏で、春方は、以下がふさあまたは、高政の解釈によって自陣して果てた。春方に最後まで付き添った金次は、ふさあのの他に、柿並高正、山崎高志法の名が残っており、山中に春方の首を隠した後、三人とも自害している。大和峡部は、香川光景と戦った後に捕虜にされた。太平記によると、 かつて元成が、胸部を召し抱えたいと言っていたのを後継が、思い出したので生け取りにしたとされる。そのため、一旦は後継に預けられて、二歩城に送られた、胸部であったが、結局一ヶ月後に元成の命令で殺害された。五島での戦闘は後日の広中隊の抵抗を、除いて、14時頃までにはほぼ集結した、吉田物語。 東軍主力を壊滅させた元成は、島に、散り散りとなった、廃山兵を相当するため山狩りを命じた、芸工三谷氏。一方、大成院付近で、吉川元春らと交戦した後に撤退していた、弘中隆氏法は、大成院を経て未戦争いの谷を駆け上っており、手勢百から三百を率いて隣接する、山の絵馬ヶ岳（現在の駒ヶ林にある龍馬城と呼ばれる岩場に、 立てこもっていた。山頂を包囲した吉川勢の猛攻に激しく、交戦した高志法であったが3日に、うちじに、広中隆助を含め広中隊は全滅した。5日、春方の首を探していた毛利軍が、春方の草り取りである少年を捕らえ、除名と引き換えに、春方の支給の隠し場所を聞き出した。支給を発見した元成は、軍勢を厳島から引き上げて、 対岸の桜尾城に外旋、道場で、首実験が行われた。この首実験の際に元なりは、主君を撃って、八逆を犯した逆進であるとして、春方の首を鞭で三度いた、もずき。その後、春方の首は、道雲寺、八日市市に葬られた。吉田物語の記述では、この戦いで撃たれた、当兵は七百八十人に上り、 捕虜も三千余人とされる。五福島は、島全体が信仰の対象とされる、五福島神社の神域であるため、元なりは死者をすべて対岸の王野に運び出し、島内の地が染み込んだ部分の土を削り取らせた。また、地で汚れた五福島神社の社殿から回廊に至るまで、すべてを塩水で洗い流して清めさせ、合戦翌日から7日間にわたり神楽などを奉納し、 万部共栄を行って、死者の冥福を祈った、もずき。この戦いで、当春方を失った大内氏と当氏は、急速に弱体化した。10月5日、桜尾城で、首実験を済ませた元成は、毛利軍の本陣を、尾方、広島県大竹市に移して、須尾長門への侵攻を開始、傍聴契略。工事3年、1557年。 春方によって擁立されていた、大内義長、大友宗麟の異母帝で義高の甥、一時、義高の養子となっていたが、勝山城にて自害に追い込まれ、大名としての大内氏は、滅亡に至った。その後、大内市丘領を並行して、大大名となった毛利氏は、博多と岩見銀山、どちらも、大内氏支配下の権益を狙って、九州の大友氏や山陰の甘古氏との交渉を、 開始する。なお、本活戦直後には、大内水軍を構成していた八代統計5州衆の、桑原氏、靴谷氏が毛利に帰属し、大内氏滅亡後には、白江健らねも毛利参加に入るなど、毛利水軍は勢力を大きく伸ばしている。元成が毛利直轄の水軍育成を本格化したのは、当主との対決が視野に入り始めた、天文20年以降とされており、 五福島の戦いに前後して発達した毛利水軍は、その後の大友氏、天古氏との戦いのみならず、後の織田信長との戦いでも、大きな貢献を果たすことになる。毛利軍主力、吉川隊、小早川隊及び、秋国人州勢を含むは3千から4千程度、主力軍以外に、宮尾城兵500、吉田軍山城に残された、守備兵が800とされる。 毛利方に参加した諸勢力を含めると、五福島に動員された毛利軍の総数は5000を大きく超えていたとする説もある。また、元成が率いていた水軍戦力は、毛利水軍、川の内慶五州50から60層と、小早川水軍、沼田慶五州60から70層とされる。軍機物では、東春方は、須王、長と、武善。 筑前から集めた、将兵2万から3万の大軍を率いて、五福島に上陸したという。しかし、山口県市通市編、中世2012年、山口県編では、兵力差に疑問呈しており、内藤市や杉市などの他の大内市重心が参加していないことや、内陸部、八日市にも、兵力を展開するなど戦力が分散していたことなどを鑑みて、 五福島に上陸した、東兵は一万に満たなかったとする。なお、この合戦における、東方の損害は、棚森房明覚え覚書によると戦死四千七百、捕虜三千であり、軍事史研究家の河野治は、五福島に上陸した東軍は八千程度としている。東軍の水軍戦力は、八代島、現在の山口県八代島、須オ大島を拠点とする水軍、八代島州。 八代ろ東慶五州で500から600層。しかし、東軍が包囲した宮尾城に、毛利方の先団60から70層が援軍として入城していることや、広中隆志方が諸城で水軍の不足を嘆いていることから、宮尾城の沖合を埋め尽くすほどの東水軍が投入されたという従来の逸話は最高の余りがある。毛利方の勝利に貢献した。 村上水軍の援軍はおよそ200から300層の戦団で加勢した。ただし、因の島村上氏、野島村上氏、来島村上氏それぞれの動向については、諸説あり、歴史学者の長沼県会や、国立歴史民族博物館名誉教授、宇田川武久などは、来島、野島村上氏は、五福島合戦には不参戦だったと唱えている。本合戦の目撃者、 従軍者によって書かれた信憑性の高い資料としては、合戦当時に、五島艦主親への元宮田な守る職であった、棚森ふ明が書き記した、棚森ふ明覚え書き、村上水軍の一員である、村上貴平から聞き取った内容をまとめた、武家もずき、三島海賊家軍日記、川の内慶語集の加や一助の覚えを取りまとめた、もずき、五島合戦記。 吉川家臣の二宮春宮、森脇春部が書いた二宮春、見覚え描き、森脇覚え描きなどがある。一方、一般的に知られている合戦の経緯はむね、江戸時代に香川家津銀が編纂、執筆した軍記物陰徳太平記を元にしている。この書は前日の二宮春、見覚え描き、森脇覚え描きを元に書かれたものであるが、毛利氏に、 都合の良いように改ざんや挙飾が行われており、公用軍艦などと同様資料的価値は低く見られており、史実とは異なる部分が多々あるとされる。陰徳太平記や吉田物語などによれば、元成は、五福島に、東春方をおびき寄せるためのおとりとして、天文十四年春に、宮尾城を築いたとされる。これは、圧倒的兵力を誇る東軍を、 奇襲作戦により殲滅する策略であり、党の患者が元なりの周辺で、諜報活動をしていることを逆に利用して、宮尾城の防備が遅れているので、今、五福島を攻められればると元なりが言ったという、嘘情報を流させたという、中国チラ安機。これらはすべて、前述の桂ツ元住ミギ内通の計略を含め、元なりの暴略とされてきた。しかし、 五島の戦いが勃発する以前より、宮尾城は存在しており、田名森ふさわきおきでは、天文23年時点で、宮尾城の存在が記述されている。元なりは合戦前に防備強化のため改築したに、過ぎない。そもそも五島は、宗教、交通、経済的な重要拠点であるため、幾度も五島には、軍勢が派遣されており、秋への進軍、毛利川の視点では、 防衛の拠点として、五福島の奪還を最初に図ったことは、不自然でない。元なりの暴略により、春方が五福島に誘引されたという逸話は、元なりの地勝ぶりを強調して称賛するための創作とみられる。従来説では、少数の毛利軍が五倍以上の大軍を擁する、東軍を相手に、様々な暴略と五福島の奇襲戦で鮮やかに打ち破ったとされる。しかし、 伝説の通り東軍は一万にも達していなかった可能性が指されており伝えられているような圧倒的優位な戦況ではなく実際はもっと小規模で戦力は拮抗していたのではないかという意見も出ているこれを裏付けるように広中隆志法は開戦の直前に妻に宛てて遺言めいた手紙を残している後年の豊臣秀吉の時代に行われた太閤検知では巣を 長と岩見半国といった旧大内両国を合わせた国高は六十万国から七十万国とされており、ここから導き出される動員可能兵力はおよそ二万になる。だが、当時の当春方の足元は正常不安であり、両国警備に兵を割く必要もあった上に、春方の動員令に従わなかった家臣や国人衆もいた。このため春方が動員した兵力が二万以下だった。 可能性は十分にある。この、五福島の戦いに関して、本来ならば元成が家臣たちに対して発行している、はずの感情が、今に至るも見つかっていない。このことから、そもそも毛利元成がこの戦を主導していたのか、疑問視するもある。歴史学者の山室京子は、五福島の戦いは、村上水軍と当志の戦いであり。 元成は感情を出せる立場ではなかったと唱えており、江戸時代になって村上水軍の功績が、もう都市への手柄にすり替えられたと推測している。そのため、毛利元成は、漁夫の利を得たに過ぎないとする意見もある、桶狭間の戦いでの織田信長の勝利に、松平元康が便乗して、勢力拡大に成功した、というような歴史的類例がいくつもある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。